4321。こんばんはということで、いつもの始まり方になりましたね。前回先々週はなんと、僕がゲストを呼ぶ時間もなく一人で50分生放送、喋ることに尽きるかなと思ったら時間が足りなかったっていう、まさかのね、意外と喋れるなっていう、ことを体験した、一日でした。はい。前回と寂しかったので、その反動でですね、今回は特別に素敵な方をゲストにお呼びしております。まあ、前回一人で話したんでね、まあ、僕の話はもういいかなと思うんで、今日はもう早々にゲストをお呼びしたいと思います。実はまだね、今日会って2年なんですけどねでは早速、これってミセスって読むんだよね。ミセスですね。はい、ミセスジャパン、ミセスジャパングローブ、2023のなんと世界です。世界大会日本代表、合ってる？合ってます、合ってます。やばいよねもう一回言いましょうかミセスジャパングローブ2023世界大会ジャパン代表あやみんさんです。ありがとうございます。ようこそ。あ、いらっしゃいました。いらっしゃいました。ありがとうございます。これって一緒に映るかな？映る、あ、映りそうですね。あ、なんだったらもう始めました。登場しました。はい。はい、ここに私を貸してもらって、はい、田中さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらにもよろしくお願いします。あ、こちらにもよろしくお願いします。はい。はい、早速お酒飲みながら。あ、そうですね。ちょっと私の、はい、はい、希望で。じゃあ2度目まして、はい、2度目まして、乾杯早速いただきます。いきます。あ、もう最高ですね。今日本当に飲みながら、はい、本当にリアルに会って2回目ですし、はい、まあ、大体その何日前に会ったんだっけな、お会いした先週ですもんね。そうですね、3、4日前とかぐらいじゃないですかね。まあ、誘う方も誘う方なんですけど、まあ、来る方も来る方だなと思って僕は思ってます。まあでもこういうのも縁なんで。ご縁ですね。そう。はい。そう。あのね。来ちゃいましたね。これ まずその田中班の窓って何か、はい、ちらっとご案内させてもらってるんですけど、はいはい。僕が普段、まあ、いろんなところにこう出ていくわけですけど、はい、たくさんの人に出会うわけですよ。うんうんうん、その時に僕が出会って、ね、この人ちょっと変だなとか。あ、変な人、ちょっと変わってるなとか、はい、変わってる人、この人綺麗だな、可愛いなとかいう僕が頼、はい、僕がちゃんと気使って今ね順番を考えてたんですけど、ありがとうございます。僕が太鼓判を押した人をゲストにお呼びするんですけど、はい、来週再来週の、ゲストはもう実は決まってて、はい、そう、男の子なんですけど、はい、こいつは本当変わってやってて気になっちゃうな。僕本当変な人なんですけど、ちょっと本当面白い子なんですね。はい、でそれは その子は決まったんですけど、ちょうど今日この日が出題にしようかなって悩んだまま日が経っていて、そしてこの間たまたまね、はい、あれは、TikTok、 そうですね、真面目なセミナーでしたね。いや、そうこの間 TikTok よく知ってるよ。そう、TikTok の、ね、一緒にね、そう、あれはなんていうんだ、 TikTok をどうやったらこう、はい、バズれるかみたいな、うんうん、ノウハウをね教えてもらえる会で、はい、始めまして、始めましてで、でもうその瞬間にゲストに呼ぼうって決めてありがとうございます変なやつ認定していただいて、変なやつ認定かな、まあ、そうだね、面白いやつ認定、誘ってすぐに、そう、はい、変なやつですね、そうですね、はいはい、割と2秒で、はい、そうですね、行きますって言いましたね、はい、すごい子やなと世界に行く人ってやっぱちょっとおかしいんですよね、きっと。じゃあ、まあでもおかしい、ある程度おかしいところがないと、自覚はされてます？
そうですね、あの可愛いとか綺麗とかって言われるよりも面白いとか変わってる方が喜ぶタイプですね。なるほど、出た。なるほど、だからここにいるんだ。そう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 、よくわかる。よくわかる。そうそう、全く中身のない話のまま5分ぐらい経ってるけどいいかな。危ないですね。ね、何分かしたっけ、ね、50分しかないですね。50分しかないです、ね、これだ。でもう今日本当にそのあやみさんの、はい、がこの世界大会って、でもなかなか世界に行ける人ってそんなに、はい、僕も、はい、まあ、その僕ビーチバレーやってるんで、うん、ビーチバレーのワールドツアーに出てる方とか、はいはいはい、まあ、過去にオリンピックに出た方とかっていう方たちとは、まあ、ご縁はありますけど、それ以外で、あ、でも友達の、はい、あの誰だろう、名前どこ、誰だろう、あの子、あ、怒られる、誰だ、ほら、ひろこさんですか、そう、せいろちゃん、せいろちゃん、そうそうそう、ひろちゃん多分まだこれ見てないから、そうそうそう、ひろちゃんね、ひろちゃん、あ、そうか、そういう意味でひろちゃんが世界大会出たっていう子では初めてかな。ひろちゃんもまあちょっといつか呼ぼうかなと思って、なかなか夜出られないので、そうですよね、そうそうそう、確かにひろこさんもね、変わってるっていうより、まあ、突き詰めていらっしゃるっていう感じ でもあの子超変、あ、言葉選ぼう、超変態で、怒られます、超変態で、おかしいおかしい、変わってる変わってる、これでもね今日見てなくてもアーカイブ残るからいずれ行えるんだけど、そうですね、まあでもまあ、しかもだってどちらかのねライブ配信しちゃってますからね、そうそうそう、見られてるかもしれない、見てるかもしれない、今見てるかもしれないですよ、あ、今、あ、今はさすがに見てないかな、電話の 音量切っとこ笑ける、かかってくるかも、何やってんのみたいな、じゃあすごい素敵な子ですよ、素敵な、はい、そうそうそう、私も大好きです、あの子の出てる大会はなんていう大会でしたっけ、あれはバーリアですね、うーん、なんかいっぱいあるよ、そのビューティー系 の、はいはいはい、その世界大会って種類がありますね、はい、めちゃくちゃいろいろ、なるほどね、はい、ちょっとまあ今回その 僕のやってるホットポイントの、告知は最後、はい、20時40分頃にしたいなと思ってるんですけど、あ、分かりました、まずあやみさんのそのミスジャパングローブ、あ、そうですね、ミセスミセスジャパングローブ、はい、ミセスグローブっていう、これ、ね、はい、あ、ありがとうございます、大会の日本代表っていうか、うん、2023年日本代表っていう、うん、ありがとうございます。この大会がどんなものなのかっていうことをまず知りたいんですよ、僕。あ、そうですね、はい、うん、いわゆる、まあ、ミセスコンテストなんですけど、うん、まあ、アメリカの、日本部がありまして、うん、でその元々そこ の、まあ、あのアメリカ本部 の、 その、まあ、財団が、うん、言ったらその、まあ、女性とかでやっぱりこう虐待被害に遭われてちょっとこう精神的に、うん、あの、まあ、リスタートが難しくなっちゃった方とかいっぱいいらっしゃるじゃないですか、で元々その設立者の方が、うん、あの、まあ、ご自身がそういう体験をされて、うん、でそういう方たちの、今どうしよう急に真面目な話してますけど、そういう方たちの、うん、まあ、こう支援だったりとか、うん、まあ、次にこう、まあ、自立につながるようなサポートをしていったりとか、うん、そういう方たちがそのリスタートできるような形で、うん、まあ、そのまあ、カリキュラム組んだりとか、うん、そのまあ、基金をこう集めてっていう、はい、まあ、そういう活動をされてる財団があるんですけど、うん、そこの一環として、うん、だこの、まあ、ページェントの中でもその基金集めだったりとかそういう活動をして、うん、そういう方にの、まあ、その支援にこうつなげてるみたいな、そういうコンテストなんですよ。でまあその今虐待って言ってたけど、まあ、それだけじゃなくって、まあ、要はその女性がこう輝ける場所だったりとか、はい、その女性のまあエンパワーメントっていうんですかね、なんかそういうのをこう拡大して、うん、あのまあ、世の中活力ね、あの世界的に、うん、まあ、女性が活躍していけるような世の中にしようじゃないかっていう、うん、まあ、趣旨のコンテストになります。立ち上がってたんですか、その歴史的には。1996年ですかね。1996年に最初始まった。今2023年。じゃあもう20年以上ってこと？そうですね。もう結構歴史が30年になるってこと？まあでも日本で、うん、あの、まあ、もちろん日本代表選ばれるんですけど、うん、だったらそのあのなんていうの。
グランプリ、もともとその、うん、世界的に見て有名なコンテストでも、うん、日本だとまだこう認知度が低かったりとかするじゃないですか。でも歴史はあるんですけど、日本の方で、まあ、グランプリ取ったりとかっていう過去はまだない部分と、なるほど、そうそうそうっていうのもあるので、グランプリ取ってね、取っちゃおうかな。いやでもさっきのちょっとお話でヒロちゃん、ヒロちゃん、まあ、ヒロちゃん僕昔から知ってるんで、まあ、ヒロちゃんなんてっていう言い方をしますけど、はいはいはい、ヒロちゃんなんて、はい、その出る前になんかそういう話があったのね。たまたま再会して、私今度世界大会出るっつって、何言ってんだろうなって正直思ったけど、そうなんですね。でふわっとして、ふわっと出たらグランプリ取って帰ってきてたのねふわっと取ったの、ふわっと出てない、ちょっとあそっか、怒られますよ、怒られる、でもね、いや今度じゃあもう、ま、いつか来た時に、はい、ふわっと出たでしょっていう確認取るね。ふわっと出たのよ。あ、めちゃくちゃ怒られますよ。 今見てないかな、大丈夫ですか。そうそうそう、確認しておきましょうか。そのいろんな決意をしてね出たけど、はい、だって それがふわっと出たように見えるのがあの子のすごいところかな。確かに確かに、うん、そうですね。でも似たものを感じる似たものを感じますよね。本当ですか。だから嬉しいです。あの、この子もふわっと言って、はい、ふわっとグランプリ取ってくるんじゃねえかなみたいなね。まああの そこまで行くための今この、うん、あの面白いネタ作りみたいな感じですよね。あ、そういうことね。はい、そう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 。なんで出ようと思ったんですか。あ、もともとですね。はい、その日本大会はそのミセスグローブの日本大会っていうよりも、うん、あのミセスクンっていうまたコンテストがあるんですけど、うん、まあ、それも言ったらこう趣旨は同じで、その女性のこう、はい、発信ができて、そういう社会貢献ができるっていう発信力のそういうリーダーを育てるというためのコンテストなんですけど、うんうん、それの言ったらこう、まあ、グランプリだとかっていう、まあ、その取る、まあ、なんていうんですかね、その、まあ、優勝賞金の代わりに、うん、言ったらそういう世界大会に行けるタイトルをゲットできるっていうコンテストなんですよ、そのミセスコンテストがね、はい、で、そのクイーンの中で、うん、ミセスグローブとあとなんかミセス、アースだったかなとか、なんかその3つぐらい世界大会 の、うん、出場保有権を主催の方が先に言ったらこう保有していて、うん、それを日本大会で、じゃあこの、まあ、この子に、うん、じゃあグローブ行ってきてもらおう、うん、この子にここのコンテスト行ってきてもらおうってこう称号を与えてもらうんですよ、うん、で、うん、各コンテストにこうみんなバッて散らばるんですけど、うん、で私はそこに、ね、日本大会でたらこうそこ の、 予選があったん、ね、そうそうそう、はい、予選があって、はい、やったらこうグランドファイナリストの中から、うん、今に日本大会の中から選ばれるっていう感じですね、うん、その各コンテストの予選はいつあったんですか。予選がですね、うん、去年の7月ぐらいですね。でまたそれも私もともとそのコンテストの存在を正直知らなくてですね、その時は、うん、でコンテストの主催の方が、うん、まあ、とあるすごくお世話になってる、うん、まあ、私 の、 お世話になってる女性がいるんですけど、はい、その方と、まあ、ちょっとまあネタ的なちょっとお渡しした写真 の、 あれがちょっとエピソードの一つなんですけど、え、ちょっとそう意味のやつあったわ、言ってこの次のやつだわこれこれね、さあそこ聞こうと思ったのよ何これ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 、うん、これ、うん、あのね、これ Thank you for your、 あ、これはあれなんですよ、kindness、 まあこの、まあ、文字は、まあ、皆さんへのこうお礼のちょっと、はいはいはい、お言葉を載せてるだけなんであれなんですけど、はいはいはい、これ何これが、うん、これあれですよ、別になんかピスタチオの真似、そうそうなの、そうなのっていうか、そうなのこれそうでしょ、あ、これ酵素風呂なんですけど、うん、酵素風呂を、まあ、こういうなんていうかこういうのをこうかぶって言ったら、そこの、はい、ちょっとこう右上にある
この砂みたいなのあるじゃないですか。あ、はいはいはい、砂みたいなやつに、はい、あれのままこう入ってで体をこう温める、はい、なんかまあ美容のあれなんですけど、で私とそのお世話になってるそのお姉様って私が呼んでる、はい、あの方がいて、それ名前を伏せなきゃいけないやつね。あ、全然大丈夫言ってないから大丈夫かな。はい、そう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 、はい、でその方と一緒にこう入る時は、はい、あのいつもこうネタ的にこう写真をバシバシ撮ってる、ね、その方と一緒に砂に入るの、はい、でこの、 あの言ったらこう、まあ、豆姉妹っていう、え、俺も一緒に入りたい豆姉妹が生まれに行くっていうブーってやつ砂ならええやろだけやろそうで、お風呂じゃないもんだって砂やもん。あ、でもまあお風呂ちゃお風呂ですけど、お風呂ちゃお風呂、放送風呂。あ、でも男性も OK ですよ。ほら、あ、じゃあ一緒に今度行きましょうか。絶対これでね、これかぶってみたいな、これで、ね、ど絶対でみたいな、はい、これでみたいな、これもう動画残ってるからこれまたこれで苦情来る俺にね、調子のなって怒られちゃう、怒られちゃう、ごめんなさい、はい、そう高層風呂、高層、そうなんですよ。で、うん、あ、まあ言ったらこう本当にあのもう直径言ったら直径投稿するわけですよ、これ直径投稿、はい、直けてるんです、この言ったらこの美容のこれを使って あのお姉様ピーナッツお姉様となりで、私はピスタチオ妹となり、ちょっと待ってピスタチオ本人出てるの怖い あー怖い、そういうこと、そうなんです。私ピスタチオ妹として投稿されたんですよ、このお姉様のところに。そしたらお姉様も実は言ったら世界大会、あの出場を控えてらっしゃるそのコンテスタントの方で、はい、で言ったらこのクイーンコンテストの主催の方がその投稿を見てるわけですよ、はい、でちょっとピスタチオ妹をちょっとエントリーさせてくれないって言って名指しがでいただいたから、ちょっとこんなのないからちょっと頑張ってやってみたらって言って声かけていただいて、でもこんなご縁と、こうやっぱりこのチャンスって絶対ないなと思ったので、もともと私、ね、あの女性サポートできるような環境を作りたいって言っていろんな活動をしながら、まあ一回ねこういうちょけたりとかもしてますけどあのそういうことしてたので、あ、絶対こういい形につながるなと思ったので、直感型なんで、でエントリーさせてもらって、でそしたらこういう形で、あの大変あの面白い話を聞いてあの お話いただいて、僕途中からね全く話が入ってこなくて、はい、じゃあまさかですよ、はい、ね、万能さん、僕とあのあやが、はい、まさかピスタチオにつながるとは思わないじゃないですかこれ、はい、振り返ってアーカイブで過去の放送見てくれると、はい、僕がなんでここのピスタチオに引っかかってるか分かるんで、はい、まあ、そこ前にね、はい、ここにこうありますね、コンサートレーションピスタチオさん、ピスタチオ田中さんって書いてある、田中の窓でこうこの、はい、めちゃくちゃ気になってます、この柳君がね、はい、ピスタチオ持ってるわけですよ、でピスってこうやってこれ、はい、これですね、これ、はい、うん、これで第1回のゲストが、はい、これまた後でちょっとちらっと紹介したいんですけど、リベルっていうその前クリエイターブランドが毎月入れ替わるお店を、はい、あの展開してる友達がいて、藤田さんっていう、その藤田さんと一緒に美馬ちゃんっていう子がデザイナーの子がいてくれて、はいはいはい、その子がこういう可愛い絵を描いてくれたり、これ黒柳君っていうんですけど、ゲストに来てくれたんですよ。その時に話題に出たのがね、僕があのイベントを開催した時に僕のこの風貌がピスタチオに出るっていうことで、なるほど、田中千代って呼ぶ仲間がいて、その、はい、まあ、アキナっていう子がいるんですけどね、あ、田中千代、あ、なるほどですね、でこう夏になるとビキニ美女がいっぱい集まる宇都宮海水浴場のヤシの木に生息しているビーチバレー大好きなピスタチオ監督っていうこの大層なこんなものを作ってくれて、なるほどなるほど、これよく見るところ、ね、ピスタチオの中に田中が入ってる入ってましたね、いや驚きです、人に表現されるんじゃなくて豆に表現されるっていう、ね、あ、一緒でしたね、そうそうそう、まさかそこでつながると思う、まさかで、まあ、冗談でね、はい、ピスタチオじゃないのって僕は言ってみたんですけど、まさかいや本当にピスタチオなんですって言ったら、はい、そんな偶然あるのかよっていうそうなんですよ、本当に、ね、何のね、何
打ち合わせもなく、ないですね、そう面白い番組ですねこれね、はい、この偶然がね、このアズリピスタチオつながり、ピスタチオつながり、ピスタチオつながりでしたね、なかなかまさかの、そう豆もいっぱいあるんだよだってその中でもね、そうそうそう、本当ですよ、本当にピスタチオでまさかがつながると思ってない、アーモンドでもなく小豆でもなくねまさかのピスタチオで、そこでまああんな格好でお茶だけ、お茶だけて、お茶だけて、はい、そうそうそう、さっき何て言ってたその言葉、 お茶だけてじゃなくて、チョケ投稿してたんです、チョケと、チョケるってチョケる、まあ日本語なんだろうけど、方言、東方言かな、チョケる、チョケる、あんまり聞いたことないんだよね、本当ですか、大阪が長かったからかな、私13年間大阪に住んでたんですよ、なるほどなるほど、そうチョケるね、じゃあチョケるチョケるってよく言ってたんですけど、初めて聞いたかも、初めて聞いた、なんだろう、そのニュアンスは分かるんですけど、はいはいはい、ふざけてるっていうことだよね、そう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 、お茶だけで、お茶だけ、はい、そうそうそうです、うん、おふざけ、おふざけ、はい、なるほどね、おふざけが大事なので、その、はい、ちょ、おふざけしたのがきっかけで、はい、目に留まり、そうですそうです、もうでもこのね主催の方もすごくないですか、うん、このねミセスコンテストにエントリーをするっていう女性をこれを見て選ぼうと思いますかってい う,、はい、う, なんかもうそこにもうなんていうかちょっと感動してしまって、これ見て選んでくださったんだっていう、この普通ね、あちょっとこういう子する子はちょっとってじゃないですか、普通、なるほどね、なんかこれ見てこれの何を思って声かけてくださったんだろうっていう、ちょっとこうアップしてところもピスタチオこれね、これ、はい、これですこれです、そうなんですよ、もうなんかこの写真にですねすごくあの思い入れがあってですね、だからこれがきっかけになったので、あ私はちょっとなんていうかこれをあの推しつつ、これ世界で出すの、そう世界で、あでも世界で出すかどうか、ちょっとどういう風に出されるかどうかわからないですけど、でもこれは削除してないですね、あの私の投稿にも出してますし、言ったら、はい、なんならあの自分のアイコンとかにもこれ、うん、あの半分ドレスを着た姿で、はい、半分このピスタチオで、アイコン作ってあの SNS とかもちょっと上げさせてもらってる、本来であればあの最初に写してもらえたこうきらびやかなね、そうですね、写真、これはあのいいよね、 ありがとうございます、うん、あ今日あだからこれは そのものですよね、そうですね、はい、はいはい、この、はい、こうプロのね、この手のこの感じはあれ自分で考えたんですか、あいやこれはね、次のカメラマンさんに撮っていただいたんですけど、はいはい、このカメラマンさんに、うん、あの写真を撮ってもらうと、うん、あの必ずタイトルが撮れるっていうジンクスがあるぐらい の素晴らしいか、あの神の手のカメラマンさんがいらっしゃるんです、で私何もわからないのでもう言われるがままです、はい、こうしてこうしてみたいな、あの手の方を撮るに多分5分ぐらいかかってないですかすごい上手に教えてくださるんですよ、うん、こうしてみてこうしてみてとか言って、うん、でもその通りにやったらできんもん、多分あの通りにこうやってね、どうなってるかちょっとよく分かんないけど、ね、もうでも目の前でこう、うん、そういうポーズを撮ってくださるんですよ、このカメラマン、なるほどね、それをもう真似するっていう、だいぶ緩急がありますね、なるほど、はい、じゃあどうも、いきなり話してみますけど、この大会はいつあるんですか、この世界大会、あこれは今年の6月ですね、6月の20日から来月じゃん、そうなんですよ、20日から来月、はい、はい、20日から、20日から25日がそのコンテスト期間っていう形になって、ね、5日間もやる、5日間もやるんですよ、でなんかこうオリエンテーションみたいな形があったりとか、あのいろんなこうドレスにこう着替えてだったりとかっていうので、で最初のその最終ファイナルはその最終日みたいな感じですけど、うん、だからなんかそのレッスンだったりオリエンテーションだったりとかっていうのを受けてる間も、うん、そのまあ言ったらこういろんな方が見て言ったらこう審査されてる状態だから、コンテスト期間がいつかなって感じですね、そのボンもコンテストっていうそのステージに行って、はい、ドレス着て回って、うんうんうん、なんか私服着て回って、うん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 、ビキニ着て回って、ビキニのとこわからないけど水着着て回って、あと何て言うんだろう、あとなんか時をやってみたいなこうイメージがあるかっていうの、あそうですそうですそうです、そういうのもある、ありますありますあります、でもそれだけじゃなくて、うん、こう
なんか交流してるとかレッスンを受けてるとか、はい、そういうものに関しても、じゃあこうこのいろんなところに審査される、うん、スタッフさんとかがいらっしゃって、でそこでの言ったらこう対応だったりとか、その言ったら所作だったりとかっていうところも含めてトータルで、へー、ずっとだから5日間ずっと見られてるって感じですね。なるほどね、うん、国は何カ国ぐらい集まるんですか。ね、例年ちょっと今年が何カ国ってちょっとはっきり、うん、まだ分からないんですけど70カ国以上の70カ国も集まる。がそうなんですよ、集まる本当に世界各国から、そのアジア、はい、ヨーロッパ、そのアメリカ圏だったりアフリカ圏だったりとか、もう本当にいろんなところからブワッとこう集まるので、70カ国そう大きい大会なんですよ。すごい、すごいよね。で各国からは、あ今流れてる、あこういう感じ、あ今流れダンスもするの。これなんかオプションで自分を表現したい方とかがだったりとか、その歌手の方とかで、はい、たら歌でアピールされたいとか、そういうなんかオプション部門も一応なんか用意されてるみたいなんですけど、うーん、でもナショナルコスチュームって言って皆さんこう自分の国をアピールする、うん、衣装をまとって、うん、ウォーキングしたりとかちょっとパフォーマンスしたりとか。何をされるんですか。って言って、私はですね、言っていいの、あやめきます、やめる、やめるんかい。内緒に内緒にとか、あそうそうそう、じゃあ言ねえ、ここで言っちゃうと、もしかしたら世界の誰かが見てね、あ私も真似しようみたいな、そんなことない。まあでもなんか、うん、ねえ、いろいろ、はい、もう皆さんおのおのそれぞれのみたいなね、パフォーマンスが本当いろいろこうあるみたいなので、その大会はリアルでは放送されないですか。ですね、はい、言ったらその好きなもの、はい、ありがとうございます。日本だったら放送されないかもしれないですね、なんですけど、うん、大きい大会なので、だその大会についてる、こうサポート企業さんみたいなのが、うん、いろんな国からこうついてるみたいなんですよ。で中国とかに結構大きいところがある、うん、中国とかに結構大きいところがあるみたい でそういうところがこうメディア紹介だったりとかをするので、うん、世界で見るとバッてこう放映されたりとかして、もうすごいたくさんの方が見られるよう なんかそういうシステムになってるみたいですね。で日本の認知がまだちょっとまあ、グローブに限らずだと思うんですけど、うん、ミセスコンテストに対する認知はやっぱりまだちょっと低いところがあるので、うんうんうん、まあ、なんかこのね、まあ、しれっと出てしれっと戻ってくるっていうよりは、うん、なんか、うん、私みたいなのがバツ出てバツ持って帰ってきてる方が認知が広がるんじゃないかなと思って、うんうん、すごい、いやなんか楽しみだね。楽しみですね。へー、うん、ワクワクしながら、普段これ言える範囲で普段何県にお住まいなんですか。普段は愛知県に住んでますね。愛知県出身も愛知県。そうですそうです、出身は愛知県なんですけど、はい、高校生まで愛知県にいました、はい、で、卒業してから大阪に行っちゃったので、うん、その期間がずっと長くてですね、うん、13年ぐらいもうずっと住みっぱなしで、本当は専門学校に行くために大阪に行っただけなので2年で帰ってくるよって言ってたんですけど、うんうん、気づいたら13年で来たみたいな、居心地よくてみたいな。ありがとうございます。大阪のちょっと僕大阪詳しいのは どの辺にいたんですか。最初は、はい、天王寺って、ああはいわかります、はい、天王寺動物園とかあるあたりですね、うん、はい、よくそんなね、18歳の女の子が天王寺区住んどったなってよく言われるんですけど、当時はね、こっちで、ありがとうございます、はい、ちょっと飲みながら、当時は、はい、当時はもうなんか、まあ、今だいぶね、アベノハルカスとか出て、うん、そうそう、若い人とかね、綺麗な方とかもたくさん今は天王寺もね、訪れるようになりましたけど、うん、私が行った時はまだ天王寺
動物園とかその通天閣とか、あ、はい、割となんかこうね、あの濃ゆい感じの、はい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 、人たちが集まる街だったので、ちょっと手前寄りでしたけど、最初そこに住んでましたね。でそこからちょっと茨城市とか、わかりますか、高槻市とか、はいはいはい、で吹田市に行って、吹田市でしばらく住んでからこっちに戻ってきたっていう感じですね。愛知に戻ってから 何年ですか、自分。ね、何年だ、3年目です。2020年に戻ってきたんですよ。もう本当にコロナもあったのか、引っ越した翌々日ぐらいに緊急事態宣言入りました。あ、そうで子供休校みたいな始業式で転校して初日だけ行って、はいはい、休校みたいな、そんな時に戻ってきましたね。お子さんじゃあ今学校まだそんなに日数行ってないんじゃないですか。そんなに日数行ってない、だって戻ってきてからいきなりコロナでしょ。あ、そうそうそうです、そうです、そうです。だからもう本当に半年弱ぐらいはね、うん、もうなんか始まってもちょっとだけとか分散等とかあったじゃないですか。もうだからね、全然学校にも馴染めしかも転校生だし、で彼は大阪で生まれて大阪で育ってきてたので、あ、そうです、そうです。だからもうね、言ったらもう関西人が来たぞっていう感じですよね。うん、先生とかもすごい関西弁だよねとか言ってからなんか逆においくつなんですか、お子さん。今10歳になりました。5年生ですね。転校してきた時にちょうど2年生だったので、そうそうそう、だから最初はね大変でしたね。あのもう何喋っちゃダメじゃないですか。あ、休校開けても、うん、あの言ったらね、給食もなんかこの何グループとかになれずに黙食で食べなさいとか、で授業 なんかその意見交換の時しか喋れないんで、友達がなかなかできにくかったですね。っていう、でもなんか、そうそうそう、あの僕の偏見ですけど、大阪の人たちは、はい、大人も子供もいっぱい喋りたい人が多いのかなって思うから、あ、その喋らないでっていうのは辛いんじゃないですか、ね、うちの子はどっちかというとなんていうんですか、ちょっと変わってるんで、まあ、親が親だから失礼ですね、失礼、あ、会って2回目で、まあでもそうですね、あの嘘つけないで、おっしゃる通りおっしゃる通りですねそうそうそう、なんかこうわーってこう喋って、うん、あの盛り上げるよりはちょっとなんか変なことしたり変な動きして、うん、あのなんかこう心つかみテレ屋さんだね、ちょっとね、そう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 です、うん、そうです、そうです、うん、そんな感じですね。なんだかんだ喋ってもあと、え、早いですね。でしょ、はい、すごい早い。なんかちょっと食べますか、うん、あ、食べてください、はい、ちょっと僕忘れないうちにじゃあ、はい、告知をいくつか、告知をいくつか、告知とか宣伝したいことがいつかあるんで、はい、ちょっと話を一旦こっちにいただいてですね、はい、あのこれ僕が今、僕1月の25日に実は高速道路で事故をしまして、高速道路で、まあ、普段こうしてればまあ元気なんですけど、まあちょっとこう同じ姿勢を長く取ったり長距離運転すると、あの後遺症っていうんですか、首が痛くなったり腰が痛くなったり未だにまだするんだけど、で毎月あの 毎日のように、うん、あの接骨院に通ってるんですけど、その接骨院のオーナーがあの千春さんという方がいらっしゃって、この方もまたすごい方なんですけど、あのこう東洋医学をすごい勉強されてて、はい、でこれね、美容薬膳外おかゆなんですけど、あと美容サムゲタンっていうのもあって、サムゲタン大好きです、はい、あ、これですね、これちょっと、美味しそう、プレゼントしましょうか。いいんですか、はい、綺麗になっちゃう、僕これあの広報担当になってるんで、でもねこれ本当にあの体が喜ぶんですよ、食べて分かると分かるんですけど、本当に栄養がちゃんと詰まってるっていうか、うん、栄養が詰まっててさ、それがちゃんと体に取り入れられるっていうのを実感できるものなんで、
これを今ちょっと流行らせたいなと思って、今度いいですね、僕がやってるそのビーチバレーの団体があるんですけど、ホットポイントってそっちの方で通販サイトも立ち上げることになってて、そういったところでもそういう僕はそのスポーツをすることで子どもたちにスポーツをいっぱいしてほしくて、まあ ゲームが今流行っちゃってるじゃないですか。別にゲームが反対派じゃないんですけど、ずっと携帯見たり、こうゲームをずっとしてこう うつむくでしょ、ゲームするときってどうしても、こうやってゲームする人、中にいるかもしれない、首で中にいるかもしれないけど、あんまりないんで、こう下向いてる時間があまり多いと、なんかそういう子たちが将来大きくなって日本を、ね、の経済を支えていこうとなると、ゲームをしてる子たちが増えるのちょっと怖いなと思って、僕はどっちかっていうと、まあ、今でも、太陽の下で日に当たってボールを追っかけてるんですけど見るからにっていう感じですね。まあちゃんとした大人が見るといつまでそんなボール追っかけてるんだみたいなねでも僕でも太陽浴びるの大事ですね。元気なんですよ結構、ちょっと後遺症はちらっとありますけど、はい、まあ、それでも元気なんですけど、まあ、事故でですからね。そうでもそれはそのやっぱ太陽の日差し浴びて、好きなスポーツをしてその流してることがいろんな、こう、まあ、今ストレス社会という中で、割とストレスを抱えずに生き出てるかなと思ってるんですね。あ、なるほどなるほど。それはまあそういうスポーツがあったり、まあ、そういう海辺でのスポーツすることによってそこで出会 こう仲間たちとか、お金では買えないね、そのコミュニティあることが、まあ僕のこう人生の楽しみもあるんですけど、そういったことを子どもたちにも伝えたいし、確かに大事です、ね、でそういうスポーツをするということと一緒にやっぱり自分のこう健康な体って、食べ物で、なんか昔何の CM か忘れたけど、あなたの、体は、10年前の食べ物でできているなのか、今の食べ物で10年先の体で上がりますみたいな、わかんないね。昭和のね、昭和の時代の中で CM にそういうものがあったんですよ。要は、あなたの体は食べ物でできてますよと。なんで、その、そう。僕だからあまりコンビニのお弁当をなるべく食べないようにしてるんです。へー、コンビニが悪いわけじゃなくて、その、加工食品、人工的に作られたものではなくて、なるべく腐るもの、要は命あるもの。なるほどなるほど。いただきますっていうのは、これ教えてもらったことなんですけど、受けですけど、いただきますっていうのは命を、例えば牛さん、牛肉、豚さん豚肉、命あるものをいただきますっていうことらしいんですね。いただきますの方に、だから命あるもの、野菜もそうですけど、生命力のあるものを食べるから元気でいられる。でも加工食品は命がもうなくなってるので、そうですね、あれを食べる、加工食品を食べるときはいただかれますって言って食べた方がいいよって言われたことがあって、いただかれます、いや命が短くなるよって、あるものばっかりずっと食べ続けると。あ、そういうこと。じゃあたまに食べるのはいいと思いますよ。なるほどなるほど。なのでなるべく命あるもの、そういう意味でいくと、これは僕は命あるものが入ってるのを感じれるんです。へえ、これはいただきますね、いただきますでいい、加工食品ではないと思います。僕は食べて感じるもの、僕さ考えるより感じるタイプなんで、一緒です、はい、まあ、ペスタチオだから、そうそうそう、感じるタイプ、ブルースリーね、そうフィールでいけるタイプです。そう、フィール大事だよね。大事ですね。そう結局考えてもね、そう直感の美容サメゲタン、あ、美容薬膳会とかよね、美容サメゲタンもあるんですけど、これちょっとぜひお試しあれ。あ、嬉しいです、ありがとうございます。いいなと思ったらまたホットポイントの通販でね、あ買ってポチポチして、はい、ポチポチしていただきたいっていうのと、お肌プルプルになるって書いてますからね。あと、まあちょっと冒頭させてもらった、このピスタチオ監督のこれを作ってくれた
が、これもクリエイターさんですね。うん、このこれ絵を描いてくれたり、はい、すごいね、かわいい絵を描くんですけど、うん、かわいいですね。一つ一つちゃんとコンセプトがあって思い出があるんですよ、うんうんうん。で僕、まあ、キーホルダーも持ってて、キーホルダーこれあ、かわいい、これ黒柳くんっていうね、そうそう、黒柳くんっていうのが、この子実際にいる、子猫ちゃんなんですけど、目が見えない子猫ちゃんなんですけど、あ、そうなんですか。そう黒柳くん、そう、そういうことを、そういう絵を描いてくれてる子がをたちを集めてる、リベルっていう団体があるんですよ。リベルアースクリエイターショップっていうのが今メルサってわかります？メルサ広小路通りにある、はいはいはい、わかります、わかります。メルサの1階の広小路通り沿いに、はい、毎月クリエイターブランドを、が入れ替わるお店があって、そう、でそこでそこの友達がまあこのピスタチオ監督のね、こういったものを作ってくれてるんですよ。そこでもね、本当にそこも、まあ、アパレルが入ってたり、蜂蜜のお店が入ってたり、はい、このデザインしてくるみまちゃんがいたりするんですけど、そこの蜂蜜も竹内養蜂所さんっていうんですけど、竹内養蜂所っていう蜂蜜があるんですけど、知多半島にその蜜蜂を飼ってて、知多半島なんですね、はい、なんかこの山の方かと思ったら、そう、知多半島なんです。そこの蜂蜜もめちゃくちゃうまくて、その蜂蜜もすごい体にね、こう、なんだろう、元気が出るというか、みなぎっちゃうよ、みなぎっちゃう。ちょっとそれもまたぜひご紹介したいななんて思ってますけど、で、そう、あと10分ですね。あ、そうそう、メルサイ、ね、はい、うーん、あ、ここの蜂蜜もね、ぜひ。僕はその、まあ、この放送のね、この番組を通じて、はい、まあ、面白い人とか変な人とか可愛い人とかも呼びたいんですけどまあその中でそのやっぱりこう発信ね、発信していくものはそのみんなにとってその体にいいものであったり、みんなこう元気になるような、元気になるような情報だったり、元気になるようなものだったり、でまあ我々を見てね、こんな人でも世界大会行けるんだとかねそうなんですよ、そう、それ、そう、もう、もうそれ私醍醐味で、うん、はい、そう、あやみちゃんにできるんだったら私にでもできるじゃんって思ってもらえる、うん、なんかこう人をたくさん増やしたいんだっていう、だからなんかあのそういうスタンスですね、あの笑ってもらってなんぼみたいな、そうですねそうです容姿は違うけど、僕もそのスタンスとして笑ってもらってなんぼなんで中身一緒かもしれないです容姿違うところは否定しないんだねいや、幼児は違ういいんだよ、ピスタチオは全然一緒ですね。あ、そうそう、ピスタチオであるということは一緒です、はい、優しいね、あって2回目とは思いますよ、ね、あ、だから通じ合ってるのはやっぱピスタチオの効果かもしれないですね、そうだね、本当にそうすみません、で、あと10分、はい、あと8分なんで、あと8分、僕がどうしても告知したいのは、今度、はい、5月の末と6月の末に僕また海辺でイベントやるんですけど、ビーチイベントを、いいですね、そので5月は大人向けなんですよ、のビーチイベントで、6月は子供向けで、5月はですね、はい、これ愛知県初開催なんですけど、はいはい、僕はずっとビーチバレーをこれで2001年から立ち上げてやってるんで、23年やってるんですけど、今回はビーチバレーとか、ビーチテニス、ビーチフラックス、ビーチサッカー、スラックラインとか、あとまあヨガもビーチでやったりとか、はい、10種類のビーチスポーツが体験できるイベントを開催するんですね、へえ、実はこれの元になるのはビーチゲームズっていう世界大会があるんですよ、ビーチゲームズ、ビーチゲームズそれも世界でもうそれこそ20年以上前からいろんなこうビーチスポーツが体験できるイベントがあって、でこの5月の3、4、5、明日から3日間は東京のお台場で、はい、ビーチ、ジャパンビーチゲームズっていうそういうこうビーチイベントがあるんですけど、まあ、それと本当に、似たようなイベントにはなるんですが、愛知県初開催でさまざまなビーチスポーツ初開催なんですね、はい、体験できるということで、で応募もですね、もう明日ぐらいから応募できたりするんですけど、あの LINE の方で、はい、LINE から簡単に申し込めるようなことにもなっていて、またインスタ
インスタとかでですね応募方法とか告知したいと思うんですけど、あ、なるほどです。500人参加者として500人で、それにこう応援してくれる人も集めると1ワンで1000人ぐらい集めたいなと思って。2日間で1000人、すごい。そうそう、でこれもちょっとまあ挑戦なんですけどね、ちょっといろんな人たちの皆さんの力を借りて成功させたいなと思って、なるほど。で今度6月にはこれ大人向けだったんですけど、はい、6月には今度これ一回去年試験的に10月に開催して大盛況だったんですけど、はい、親子で楽しむ親子、小学校のお子さんを持つお母さん、まさに、あ、私いいですね。世界大会いつだったっけ。24、25がファイナルです。あ、なるほど。じゃあ今度はこの時にはどこにいるの。カリフォルニアです。カリフォルニアじゃない。カリフォルニア、カリフォルニアです。カリフォルニアね。カリフォルニアの正式なあの発音は何ですか。正式な発音、はい、カリ、え、か、か、か、ちょっと、まだわかんない、まだわかんない、まだわかんないですね、まだわかんないですね、はい、カリフォルニアって持ってるのは僕だけど、そうですね、カリフォルニアですね、はい、はい、なるほど、この時はじゃあ世界にね。そうなんですよ。お子さんも一緒に行くんですか。いや、子供ね、一緒に行けたらいいんですけどねっていう感じですね。お子さん、ま、もう一人ね、もし付き添いがね、いたらね、もう一人いたらいいんですけどね、はい、そう、言ったら拘束されちゃう、拘束って言ったら言い方あれですけ ど、コンテスタントかコンテスタントでこう、はい、活動がちょっと分かれちゃうので家族ともにこう一緒にいれないんですよね、一緒についてきたとして。なるほど、なるほど。じゃあお子さんは ご実家あるんですか。実家に、あ、ご実家にあります。実家あります。でご実家の今日も実家に、はい、はい、ご実家のお父さんお母さんと一緒にあのお子さんこれに来ていただいて、よしよかったらね、本当ですね、はい、確かに確かに、僕たちが2日間預かりますから。あ、わかりました、はい、楽しませますので、はい、ぜひぜひ。じゃあちょっとバーバーとジージーに、はい、ジージーはい、言っとこうかな。バーバージージーも若いでしょ、だって。あ、若いっていうんですかね、66だったかな、うん、若い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 ですか、うん、でもだいぶのあの飲んだくれなのであのだいぶちょっとなんかもう体がもうあのなんですかね、お母さん飲んだくれじゃないよね、できるかなみたいな。あ、これではないんですけど、飲んだくれみたいな体型。いや、本当ですか。ちょっとね、なり始めてるかもしれないですね。そうそう、でこう6月にはその親子で楽しむビーチスポーツということで、はい、親子でスポーツテストを開催するんですけど、いいですね、この5月の、大人向けのビーチスポーツも6月のビーチスポーツビーチイベントも秋にも開催するんですよ。うん、またぜひ秋にはね、あ、秋いいですね、で、はい、ぜひぜひぜひということで、残り3分4分になったので最後に3分、最後に3分、このあやみんの世界大会に向けて、はいはい、世界大会がもちろん6月の20日から20日から25日が25日がカリフォルニアね、カリフォルニアです、はい、カリフォルニア、それに向けてなんと壮行会。そうなんです、 ありがとうございます。壮行会やっちゃいます、はい、あやみが壮行会やるってよっていう形で、5月20日です、土曜日、はい、名古屋でやりますんでね、ぜひ来てください。土曜日の、はい、あ、土曜日のここね、ここのスタジオね、はい、まだ土曜日暇なんですよ。え、あれ、そんな姿あ、じゃあ出張どうですか。マジン控えめの控えめのピンポン、言っちゃえば言っちゃえば、じゃあ、ちゃあ、ちょっと NG 出ましたか。僕ね、ここのアズヨリももっと盛り上げたくて、もっとこう毎日ね、はいはいはい、いろんな人たちが、あ、そうですね、放送したいっていう人たちを集めたい。で土曜日まだ暇なんですよ。あ、え、いいんじゃないですか。あ、言っちゃダメ、言っちゃダメ。あ、出張アズーリどうですか。出張アズーリ5月20日出張アズーリ、ちょっと考える、ね、真剣に考えとった、今。そうそうそう、ダンゲですよ、はい、そうそうそう、どこでやるんですか、この角王山 の LDK 角王山っていう、まあ、スタジオがありまして200平米ぐらいあるので、ちょっと、まあ、皆さんに来ていただいてですね、はい、でも宴のように、どちらかというとなんていうかね、ちょっとなんていうんですかね、こんな感じでこう写真撮って、あ、ちょっとなんか、うん、格式があれかなとかって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、うんうん、本当にこうワイワイするのが好きなので、皆さんをおもてなししたいという、その一心で壮行会やるってよっていう形でやらせていただくので、はい、はい、乾杯したい方は、はい、ぜひお越しくださいという、はい、DM でも何でも、はい、あっという間
まに50分だったら残り1分になります、ね。ちょっと足りないですね。30分ぐらい。なんかもう一枚写真なかったっけ？もう一枚。写真。何だっけ？うん。おい、これ何？あ、これはホームページをちょっと私自前で作りました。あ、ホームページ自前のね。そうなんですよ。はい、この大会に出るのにでこうジップでこう活動でこう出ていかないといけないので、うん、応援してくださる方だったりとか、はい、その出資で協力してくださる方をこうちょっとまあ並行で。募ってるところでして、で私の思いだったりとかっていうのを、はい、まあ、ここに詰め込んでってさせていただいてるので、すごい、はい、応援したいよって思ってくださった方はですね、ぜひぜひインスタグラムとかからですね、DM していただいてご連絡いただけたら、はい、もうどこにでも飛んできますので、はい、はい、おもてなし精神はもう抜群にありますので、素晴らしいですお互いピスタチオ同士ね、はい、そうですね、一回ちょっとだからねピスタチオでね、いやちょっとやりたいですね、そうだね、一人目でやりたいなと思ってます。確かに被らなくて も, もうそまんまピスタチオ、はい、私が白い方で、はいはい、黒い方担当ということで、あ、すごい、はい、ありがとうございます。あ、いろいろ出していただいて、そうなんですよ、これカメラ撮ってくださった方も技術応援っていう形でですね、はい、私ちょっとなんかこうスポンサーが急にいなくなっちゃってとかっていうドタバタがちょっとありまして、いや本当に今月じゃ4月から1からこういろいろこう募ったりとかしながら動いてるので、カメラ撮るよって協力してあげるよっていう方がやって撮ってくださって、そうそう、っていう感じで、おしまいですね。あ、足りない。じゃあ、ありがとうございました。本日のゲストはミセスジャパングローブ2023はい、世界大会日本代表のあやみさんでした。ありがとうございました。グランプリ取ってきてください。取っちゃうよって言って、ありがとうございます。じゃあまた皆さん、またね、ありがとうございました。ありがとうございました。